こんにちは。ニュースガイドのお時間です。今日はですね、ゲストとして、こちらの方が来ていただいております。下野慶三郎です。こんにちは。よろしくお願いします。はい、今日はですね、日本のトップフィジーカーの下野慶三郎さんに来ていただいております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。でですね、久野慶三郎さんのことはですね、軽く紹介させていただくと、もう非常にもう綺麗なんですね。もう胸とか肩とか背中とか、もう全てが一級品のトップフィジーカー。そしてその中でも家族をしっかりと大切にして、その中でも仕事にもフィジークにも向き合っている素晴らしいトレーナーの一人ですね。よろしくお願いします。お願いします。どうですか、最近のなんていうんですかね、トレンドというかトレーニングはやっぱりみんな基本を大事にしているかなと思うんですけども、慶三郎さんはどう思いますか？そうですね、最近の、若者は本当に成長が早いなと思いますね。ああ、なるほど。確かにみんなの若者みんなでかいですからね。はい、やっぱりみんなちゃんと勉強して頑張ってるのかなって思いますね。やっぱり慶三郎さんの中ではやっぱり家族が一番というか、すごい娘さんを大事にされてますよね。娘さんは本当に可愛くて、もう僕大好きなんですよね。なるほど、やっぱり、娘さん可愛いですからね。いやもう本当に愛してやまない、ね、ちょっと珍しく慶三郎さんにしてはのろけているか のかなと思うんですけどね。はい、じゃあ続いてやっぱり、視聴者が結構ね気になっている話題もあると思うんですけどね、こちらの質問をさせていただきます。ステロイドについてどう思うかっていう話なんですけど、あのやつは消えてしまえばいいんですよね。はい、僕の中ではステロイドを使ってるやつって人間じゃないと思ってるんで、正直もう使ってるやつは消えてしまえばいいと思ってるんですよ。でそもそもこの世の中にステロイドなんて必要なくて、もう黙って隠れてやってるやつなんかもう本当に消えてしまえば、爆発してしまえばいいと思ってるんですよね。で、かっこいいトレーナー2人いるとするじゃないですか。で明らかにやっぱりかっこいいトレーナーの方が、みんな選ぶんですよ。じゃあそのかっこいいトレーナーステロイド使ってたらもうみんなこっち行くわけですよね。で一般の人からしたらみんな分からないんじゃないですか。でだからもうそんなやつは僕がロイドレーシャー発動して吹っ飛ばしてやりたいなと思ってるんですけど、そううまくいかないのが世の中